はい。ライドの時にこうやって行くと、もう初っ端乗る前からトップスピードで行くので待ってくれないんですね。そうです、もう下手したらそのまま私置いてバーって行っちゃうみたいな感じなんですけど、危ない、ねえ、ずれてるよね。おえぇー動いてる。いいファンズって最初表示して、もうずっと待っててくれればスタイムついてる。腹打ちただそのイメージ頭からあって、今まで乗っていくっていうのがまず前段階だったので、前に行くっていう次の目標と、ちゃんと乗るっていう目標を2つ同時に頑張っていきたいと思います。この日が来ました。たくさん練習してきたので
緊張してますけど楽しみたいと思います。いろんな先輩とかに助けられながら今日迎えるので、いやもう先輩あってこその今の自分なので、それを精一杯発揮できればと思います。は一番はやっぱりロケットですね。なかなか頭から落ちることができず、意識はあるんですけど頭から落ちず、足から落ちたり腹打ちしたり痛い思いもしました。そうならないよう本番一発で決めたいと思います。仕上がりはどんな感じですか？バッチリです。練習通り行けば。緊張したんですけど楽しめたかと思います。ただガイドが3度目でやっとって感じだったので、もっと頑張りたいと思います。しげさん開けっぱなしです。こちら美味しい美味しいしてます。
一応まあ一通りは形にはなってたんで、次はお客さんの見せ方、もう練習じゃないんで、お客さん終わったら手をする、お客さん終わったら手をすること、そういうところをしっかりできるかなっていうのが上手だったと思います。頑張りました、負けずと。これからですね、まだ顔が硬いのでこれからニコニコ手触れるようになってければいいかなと思います。お二人新人だった頃どうだったですか？あ、全然覚えてない。私は泉さんよりも下手くそでした。泉くんの練習を見ててどう思いました？懐かしいな。なんて言えないですよね、懐かしいなんて言えないね言えないですよね